今日を終えたら切ろうと決めてる。髪の毛を丁寧に櫛で解く。藤波辰巳のように僕は前髪を切って、なんでこんなことしてるんだろうと我に返った。ドラゴン気取りのティーンエイジブルー、oh yeah! 一人の夜、塾上アイセットラジオが語りかけた。とにかくもう俺もお前もコングラチュレーション、さよなら幸せだったこの楽園、さよなら狙われなかった逆へ、あの子の泣き顔信じ、低い学園、さよなら塾上のいない職員室、あっとため息 take on me、 堀越マインド忘れはしない、グラデュエーション活字なんてね、昭和生まれゆとりジェネレーション、親父にも打たれたことないジェネレーション、褒められて伸びるアクションスター、ゆとり世代のジャッキーチェン、仲間たち親父にマジ感謝、心のベスト100第86期はいつもこんな曲だったっすよ、ちげれ Come on Thank you。 今日を終えたら行こうと決めてる。キサロに電話で予約する。マジマジ俺だよ、お前誰かわかんねえのかよ、ボビーだよ。ボビー、さっきあのバレててよ。あー、すみません、間違えました。クロニカ、サンテナ・ブルーラ、オロゴン気取りのナイジェリアンソー、ボビーだよ。浮かつ帰り、パンチが落ちてると誰かが話しかけてきた。とにかくもう拾ってみたら汚れた軍手、だけ俺恥ずかしい、だからお前は触れてたのような泣き声で、とにかくもう俺もお前もオールナイトニッポン、さよなら時をかけなかった少女、ダメだよ。